卑劣な連中がうちを襲撃してピーチーズを殺そうとしたのよ。あの子は復讐に向かったわ。ピーチーズのことだからあいつらを食い殺すつもりよ。きっと近くのキャンプ場よ。あそこは脇の下と加工肉みたいな匂いがするもの。エデンズゲートの負け犬たちがいるんだわ。すぐにあの子を見つけてちゃんと餌を持つのよ。餌さえあげればマリーナにいる女みたいにどこまでもついてくるわ。さあ、子猫ちゃんを連れ戻して。
親切をしたってだけでお礼をもらえると思ってるんだったら大間違いよ。正直もう会えないと思ってたわ。あなた頭が鈍そうだったもの。でも間違っていたようね。そうね、この猫はあなたに譲るわ。ここ数日水をくれだの餌をくれだの構えだのうるさくされなくてほっとしてたの。行ってちょうだい、話は終わりよ。あなたも混乱してるのよね。選べる道が多すぎるわ。何を信じて誰を先に助ければいいのかわからない。でも道を見つければもう迷う必要はないわ。私と一緒に来て。私が道を見せてあげる。